お帰りなさいませ、ダビッド様。城に変わりはないか？はい、特に何もございません。ラッシュ。おかえりなさい、お兄ちゃん。ただいま。なんかあったの？ラッシュ。父さん！いつ意識が？ついさっきよ。驚かそうと思ってな。心配をかけたな。いや、よかった。本当に。ワグラムの術は解けたということですかな。すまん、ラッシュ。ごめん、父さん。ちょっと行かなきゃ。また後で来るよ。お兄ちゃん、あのね、相談があるんだけど。ごめん、イリーナ。後でいいか。あ、うん。イリーナ。あ、お兄ちゃん、ダビッド様。相談があったんじゃないのか？ずいぶん探したんだぞ。あの申し訳ありません。共和会議から緊急招集がかかりました。ご用がなければこのままラッシュをお借りします。待ってください。私、覇王が生きてるって聞きました。また兄は戦に連れて行かれるのですか？ダビッド様、いろいろお助けいただき本当に感謝しています。でも、もう兄のことは解放してください。その代わり今後は私が。何バカなこと言ってるんだ。バカなことなんかじゃないわ。お兄ちゃんだけが危険な目に遭うなんて、そんなのおかしいじゃない。私にだって何かできるわ。お願い、手伝わせて。そんなこと、お前が考えることじゃないだろう。ラッシュ、先に準備しててくれ。私は彼女と話がある。ああ。ラッシュはあなたを危険に遭わせたくないんだ。分かってます。でも無理をしてはいけない。あなたは普通の女の子なんだ。普通？私がマーシャルの力を持ってるのに。ナーガプールのことは忘れなさい。いいね？あんな恐ろしい光景、どうやって忘れろっていうの？忘れる必要などない。恐ろしいならばなおさら目を背けるな。全てを受け止め支配しろ。あなたは何がしたいの？それを知ったところでお前にはどうすることもできまい。なぜなら私は